すっごい繁忙期でね、疲れて寝ちゃってて、今ね2時半なんですけど、朝の2時半なんですけど、まあなんとかね動画出していかなきゃいけないんでね、動画作っていこうと思います。今日のね、動画はこいつの紹介ですね。これミノルタのね XGE っていうねカメラで、まあミノルタのね当時の中級機の中核的な存在みたいですね。すごく使いやすいカメラだったんです。それでは動画スタートしていきます。XGE なんですけども、発売は1977年、当時の価格がボディが 49,800円だったそうです。で今回ねこの僕が仕入れた XGE はね、ボディとねレンズがね 135mm のレンズがついてて、まあレンズは使えなかったんですけど、ヤフーオークションでね300円で落札しました。まあジャンク品だったんですけど、あの電池を入れただけで普通に動きました。結構ね頑丈なボディということで、あんまり壊れてるやつはないって聞きますけど、まあ古いカメラなんでね、もちろん壊れる筐体もあるんでしょうけども、僕の、持ってる実は2台持ってるんですけども、2台ともね何の問題もなく電池を入れただけでねジャンク品買ったのに動きました。で300円ってねすごい安い、まあ、あんまり人気がないみたいでね、あの安く入手することができます。で、まあ、性能なんですけども、シャッタースピードはね1000分の1秒から1秒まで全速電子シャッターですね。バルブまで電子シャッターなんで、天体撮影する人とかはね電池の残量に気をつけなければいけないかもしれないです。で電池はね LR44 2個なんでね、本当にランニングコストは非常に安いです。100均に売ってますからね。で横走りのね布膜のフォーカルプレーンで、まあ巻き上げはねすごいスムーズです。結構スムーズなんですけども、ちょっとねギリギリギリって音がね出ますね。兄弟機というかよく似てるカメラでね、上級機のねこれ XD なんですけど、これはねもうスムーズさがねすごいんですよね。で、まあ、XD はね縦走りのメカニカルフォーカルプレーンになるんですよね。よっこんな感じでね、まあ縦走りのメカニカルフォーカルプレーンになる、あーしまっちゃった、になるんですけども、この XGE は横走り布膜のフォーカルプレイになります。中級機ということでちょっとワンランク、まあ、下がるっては下がるんですけども、で、まあ、このカメラはそのこのボディを利用して X7 とかいろんなカメラに今、継承されていくみたいなんですけども、X7 といえばねそのプリズムが腐食してもねドーンって真横に黒い筋がね走るような腐食が出るって有名なんですけども、僕が持ってる XGE はね2台ともファインダーのねプリズムは腐食してないです。でミノルタのファインダーってねすごい評判がいいんですけどね、このファインダーもねもうその例に漏れずすごくいいファインダーで、ピント合わせもものすごくしやすかったですしね。で AE が使えますから、カメラそのフィルムカメラを初めて間もない人、今から始める人にもねもう AE 任せでね撮れるんで、まあ、これいい、安く入るしレンズもまあ綺麗な描写をするしね。でまあおすすめになっていくんじゃないですかね。そのレンズの描写なんですけども、まあ試写してきました。このレンズで試写してきたんですけども、まあ結構ね背景ボケがね、絞りの割には背景ボケがねしっかり出るレンズでした。で色もねこのようにねしっかり出ます。今回使用したフィルムはね富士フィルムのね C200 で、まあ、若干ね派手めの発色をするっていうのはあるんですけども、それにしてもねいい色が出ましたね。これね今回撮影したのはもう全部 AE で撮ってます。補正も何にもなしで撮ってますけどね、結構ねいい色で、これもね青がしっかり出ていい色で撮れました。若干懐かしい感じもしないではないですけども、で強い光源が入ってもねコントラスト崩れもほとんどなくてね、なかなかいい感じでした。まあミノルタはねそのレンズを製造するのに、ね、ガラスからね自社で製造してたらしいで、ね、
ガラスから製造して自社で製造しているメーカーっていうのは確かミノルタだけだったんじゃないかな。そんなわけでね、ミノルタのレンズは定評なんですけどね、この、今回使用したね、6コール PF、55mmF1.7 ということでね、55mmF1.7 ということで無理のない設計でね、非常に描写がいいです。このレンズね、以前ミシェルさんからいただいたレンズになるんですけどもね、非常にいいレンズでね、今後もちょっと使っていきたいと思いますね。ミシェルさんありがとうございます。助かってます。まあそんなわけでね、この今日の、カメラ紹介は、ミノルタ XGE の紹介でした。いかがですかね。まあミノルタのカメラね、そのだんだん台数は減ってきてるんですけども、作ってないですけどね、ミノルタのカメラ。まあ、デジタルの、ね、カメラはほとんど存在しないんですけどね、フィルムカメラで、撮るんだったらまだまだね、ミノルタのカメラすごい、ね、魅力的で、露出もね、ほとんど全部 AE で撮ったんですけど、カメラの北村のね、お兄ちゃんがこれ露出バッチリ合ってますねということで、なかなか露出制御はね正確だったみたいですね。はい、今日のカメラ紹介は、こんな感じになります。次は視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。作品投稿のコーナー、トップバッターはサムライジャパンさんの作品コーナーで2枚、1枚目のタイトルがつなぐ、カメラはペンタックス K1000SE SMC ペンタックス M50mmF1.7富士プロビア100仕様ということで、2枚目がたどり着いたぬくもり、ペンタックス SP スーパータクマ 55mmF1.8 仕様、富士のカラー値が100ということですね。で1枚目なんですけどもね、これペンタックスの M シリーズの 1.750mmF1.7 のレンズを使用したということで、ペンタックスのレンズっていうのはどっちかっていうと柔らかいね、表現っていうイメージがあるんですけどもね、こちらは非常にシャープに映っておりますね。で、光がないんでね、これ、リバーサルフィルムということで色が上がってしまってるんですけども、これはそれでいい感じなのかなって思いますね。で、2枚目の方なんですけどね、これはもう湯気が見事に立ってますね。これよく撮りましたね。で、光がね、微妙に差し込んでるんですけどね、それでまた引き立ってるんだと思いますね。コーヒーカップの縁とね、ガラスコップの縁も光っておりまして、これなかなかいい感じになってますね。はい、サムライジャパンさんありがとうございます。次がね、ハンドルネームでポンポコさんですね。タイトルが英国老紳士ということで、カメラがカールツアイスイエナベラ 50mmF2.8 フィルムがフジカラー100ということですね。クラシックジャガーのね、錆び具合、そうですね、これもだいぶ朽ちておりますね。で、まあ、こういう真正直に撮るのもいいですけど、僕がこの手の被写体を選ぶんだったら一部分をクローズアップして撮るかな。まあ、そこはね、好みになるんでしょうけどね。これジャガーもったいないですね。はい、ポンポコさんありがとうございます。次がね、池さんだ。池さんの作品で2枚、1枚目が旧家の庭1、2枚目が旧家の庭2ということでね、1枚目がミノルタ XE MC6 コール PG50mmF1.4 コダックゴールド200で撮られてますね。で、2枚目が、オリンパス OM4 随光 24mmF2.8 アグファ APX100 で撮られておりますね。で、2枚ともね、多分これ天候はね、そこまで良くなかったんだと思います。曇りの日の写真なんだと思いますけど、前回ね、曇りの日の写真っていうのはやらせてもらいましたけど、だいたいね、僕と同じイメージで撮られておりますね。空をほとんど入れずにね、2枚ともね、その曇りの日ですけどね、その林ですか、林の中のね、暗い部分と林じゃない部分の明るい部分、明暗をね、ちゃんとコントロールしたね、いい写真になってると思いますね。はい、池さんありがとうございます。次がね、和賀さんですね。和賀さんの作品投稿、タイトルは石切り場にて、ミノルタ X7MC6 コール 50mmF1.4 コダックカラープラス200ということでですね、カラープラス200
のね特徴をね引き出せるような被写体でね、木漏れ日の中ねもう使われていないであろう石切り場がねその、寂しく佇んでおりますね。これね木漏れ日っていうのはね今回のね僕の作例にも、ね、1枚ありましたけど木漏れ日使えるんですよね。光のね状態がね微妙に、柔らかくなりますし、それでいてなおかつ立体感も出るんでね非常に、使える印象的な写真になりやすいということでね、いい写真になってると思います。和賀さんありがとうございます。次がねテラーさんの作品、タイトルがね大地の欠陥ということでね、カメラがね富士フィルム X Pro 3レンズ XF35mmF2.0 ということなんですけど、このレンズねもう以前も言いましたけど、ね、非常に解像度が高くてね、バンバン写真撮るのにちょうどいい、レンズになるんでしょうけど、まあ 35mm なんで、X Pro 3は確か、APS-C かな、なんでちょっと長めにはなるんですけどね、これね大地の欠陥というタイトルズバリでねこの木の根っこが地面にね張り巡らされてるのをね撮ってますね。木漏れ日とかはないのかな、光的には向こうが明るくて、手前が暗いというね明暗になりますけどもね、被写体が強いんでこれはこれでいいと思いますね。はい、テラーさんありがとうございます。今日の作品紹介はこんな感じかな。1,2,3,45名紹介しました。作品紹介、ちょっと投稿がね増えてきておるんですけどもね順番待ちになってしまいますけど、あんまり長くなるとね視聴者の方が飽きてしまうということで、今日の作品紹介はここまでということになりますね。はい、次はね俺のカメラのコーナーになってまいります。今日の俺のカメラはねフリーマンさんからの投稿いただきました。久しぶりに俺のカメラに投稿します。イコンとイコンタですということでね、共にねクラシックなね、蛇腹のカメラになりますね。これねどちらもなかなか状態が良さそうでね、イコンの方はねカールツアイスのマークがしっかり残ってますけども、蛇腹のカメラね僕使ったことないんです。一応一台持ってるんですけど、やっぱり蛇腹から光漏れてて使えないんですね。修理しなきゃいけないんですけどもね、まあフリーマンさんはねその修理する能力があるんでね、蛇腹のカメラねその遠慮なく手を出せるっていうね羨ましい方になりますけどね、僕も頑張ってね使わなきゃいけないですね。でこのね写真なんですけども、まあ、古いカメラにモノクロ写真ってことで、ね、非常にイメージが合ったものになってますんでね、次からはね、俺のカメラのタイトル画面に使用させていただこうと思います。はい、今日はねやったやっちまったのコーナーは投稿がないのでお休みになります。まあ今日動画こんな感じなんですけどもね、カメラの紹介をねどんどん次々とやっていくことになっていくと思います。しばらくねその開封動画というか、まあ、前回はねいただき物の開封動画やりましたけど、オークションをねやっていく、ちょっとお金が今のところないんでいろいろお金ね使ってしまったんでね、ノートパソコンのね OS とかも買いましたし、まあいろいろお金使ったんですけども、しばらくはねカメラはね とにかくもう撮らなきゃいけないカメラたくさんあるんでね、今ね撮ってるのがねこれニコン F、 以前、紹介したニコン F のフォトミックなんですけども、それにね、ドリームロコモティブさんからね提供いただいたこのバビロン13ですね、これを装填して撮ってます。13、ISO 13ということでね、これ F1.4 のレンズついてますけど、それでも結構ね撮影状況がね限定されてきますよね。100のフィルムと3段落ちですから、100だとね日中250分の1の F8 ぐらいで切れるんですけども、 F8 で切ろうと思ったらもう、30分の1か、晴天でもですね F8 で撮ろうと思ったら30分の1になってくるんですね。でニコンのカメラを選んだのはねやはりレンズの解像度が高いということで、バビロン13、まあ、粒子が細かいでしょうから、そこをね考えてニコンのカメラをね選択して撮ってますけどね、他にもねもう以前では、前回のね動画で紹介しました OM-1 でももう撮ってます。このカメラ音が凄まじくいいですね、これやばいです。ちょっと癖になりそうです、ね。
はい、今日の動画はね、こんな感じになります。最後まで見ていただきありがとうございます。私の動画ね、高評価とね、コメントに支えられております。高評価はね、もうポチッと押すだけなんでね、ぜひぜひね、高評価をお願いします。で、コメントの方なんですけどね、ちょっとコメント返しが追いついてないんですけどね、繁忙期ということもあって追いついてないんですけども、一応ね、見落とさない限りはね、絶対コメント返ししていこうと思ってますんでね、ぜひぜひね、コメントどしどしお寄せくださいませ。はい、で次の動画はね、多分オリンパスペン S の作例紹介になっていくと思うんですけどね、撮る時間があるかなって感じですね。はい、それではまた次の動画までお待ちください。ごきげんよう。さよなら。